ス頼みますよ。よいしょ。誰家持ちか。家持ちだ。家持ちじゃん。おい。あれ。あら。大丈夫顔真っ白。結構のためなら。死んでもいいんじゃん。健康のためなら大丈夫。よし、では新しい家持ちのもとで病院を作っていくか。ゴー。彼のためにも死んじゃうよ、人気の間に。シャラク、あ、シャラクいるわ。グラビ、あ、あ、そっか、秀吉を供養しなきゃいけないんだった。はい、猿山、本当に立てんの。江戸城と並べようよ。江戸城と並べない、あれ、ここ邪魔になる。いや、大丈夫。大丈夫。ここら辺にしますか、じゃあ。神社、塞ぐ。え、神社に猿の尻向けて大丈夫かな。挑発的に。手前に向けといた方がでもね、見えるんだよね、普段。うん。こうし、江戸城塞ぐ。さすがに江戸城塞いだら、あれ、この辺に行くか。行きましょうか。いいの。はい、ゴー。ゴー。おー、やっちまったよ。さあ、お化けに。あ、おめでとうございます。怒ってるよ、ちょっと、うん、目が笑ってないもん。輝く。カズイノゲス。カズイノ。ほら、か、やった。じゃあ、江戸城の前に立てるかね。並べる。あ、ダメ、困る。いや。しめじが減るか。しめじは減るけど。ここにするか。あー、娯楽地帯にする。なぜさ、海から来た人を歓迎する感じなのか。陸に向けようよって、赤ちくちゃん。陸に向けないっていうの。誰か、相手やつは。ジロチョーか、行け。場所が場所だから、ちょっと。すごいね、大丈夫。先に誰だ。あ、お蝶、あれ本物のお蝶夫人来たわ。お風呂だよね。誰、あなた一回出たね、どっかで。あれか、谷風の時に出たね。うん、玉の肌に磨きをかけりゃ。違いないね。はいはい、わあ、人生楽しそうだな。あ、来た。覗き好きなんじゃないか、結局。まあまあまあ、綺麗ですけどね。うん、はいはい。シャウトする。シャウトせんといて。万歳。危ねえぞ。ギリだぞ、おい。芸術万歳。放送。ちょっとあなた。捕まえちゃってたまらない。ダメだわ、あのエクスタシーを感じてるわ、芸術家。あ、なんでいいのめ、しょっぴけしょっぴけ。なんだてめえ、なんだてめえは。しょっぴけしょっぴけ、奉行相手に。どえあ、ビビってくれるな。走んのも早い。やったよ、いかって。絶対一回見たらこの顔忘れないって。で、ちょっとこう、次はここの銭湯へ。お、引き続き、はい、続々とシャラク仲間にしようよ。このターンはちょっと無理かな。ダメか、へい、うん、こんにちはつって逃がそう。こっちが先に来たわ。なになに、このあ、しかも江戸城の斜め前に。すいません、本当に私のセンスです。あ、森の石松です。これは悪口。何かつい美しいって、うほー、うわー、うほー押してんじゃんかよ。なんですって。通じない。うわ、通じてるわ。あー、すごいな。バカにされてるレベル。いやだ、バカにされてることになってるわ。いやだ、正直ね。あー、綺麗な親分に。わかんないよ、わかんない、大丈夫。腕っぷしが強そうだよ。握力人間の5倍ぐらいありそうだよ。あ、なんか条件があんだ。あー、そら、さすがにね、心臓の許可取れて。ガッツガッツ。大丈夫、秀吉のルーツってんじゃないの。猿山どうやって持ってきたんだ。しかしすごいな。さあ、いたさらしい。おー、いいね。あ、見かけちゃったよ。いやいやいや、こんな近くで。あなたたちお風呂大好きだね、本当にね。髪型崩さないようにね。シャボン、うん、泡で、ね、泡風呂。はあ、あんま塩いたしちゃう。ひらがな多いな。ケチ。まあまあまあ。で、ちょっとだけよ。やらかしたの。これ江戸の美人姉妹みたいな感じだから。こら、貴様。新しい奉行連れてこい。誰が呼んできて、ちょっと厳しい人。おのりちん呼んできて。ゆいが邪魔でよく見えんの。あ、ゆいを操るタイプ。ああ、お互いが、やめてくれ。薄い本が熱くなるよ。あ、兄弟、ブラザー。バカタレ。絶対この顔見たら一生忘れないよね。頭に絆創膏貼ってんのか。あ、なんか、あ、ほんとだ。傷じゃないね。ほんとだ。なんか殴られたのか。うん、頭にめり込んでるけどね。へえ、わかった。あ、おっと、うん、早速仲間ならない。もうわかんない。意外と嘘つき多いから。なになに、堂々と覗かせてくれ。ええじゃん、シャラクって。来たよ、シャラク先生。本当ですか。あ、まあ、あ、うん、この時代から有名だったのかな。ああ、有名なんだ。あ、行方不明失踪時なんだ。ウプの死失踪っていうやつね。あ、うん、お、何を。ああ、お、いいんじゃない、これ。
まだダメ？いや、仲間になります、彼は。よし。ただし、この人気中にはなぜか仲間に入りません。なんだよ、早く来いよ。覗いてんじゃないよ、うん、早く来いよ。あー、あれ、秘宝館とか行ったらいいよ、君。違う。ダメか？全然いいよ、全然いいよ。シャラクが仲間になるとは。うん、やった。一肌抜きましょう。あ、ですが条件があります。身が抜いても嬉しくないって。行ってみろ。あー、私と一緒にねってなに、一緒に足を洗うの。その条件飲むぜ。いや、飲まないね。この潔さは飲まないね。絶対裏で覗いてるやつだよ、これ。お奉行さん、絶対嘘、絶対嘘。うん、はい、私もよくわけないですよ。覗かないと芸術ができないんでしょ、だってね。はい、というわけで、うん、これで完了です。やったー。やった、今日仲間二人もできちゃったし、うん、まあいいでしょう、いいでしょう。マイナスがすげーから、ね、まあしゃあない、しゃあない。ここに行ったその頃って、うん、あ、なんだお前は。気をつけろ、握力めっちゃ強いから気をつけろ。人間死ぬぞ、ワンちゃん。大丈夫？刺さる。しかし洋服着てんだな。俺、秀吉。うわ、推薦じゃ、あー、お茶夫人の計り知れないよ、本当に。握力計り知れずだよ。あー、うん、大丈夫？急に暴れ出したら人間の手に負えないよね。はい、腕先輩やつか、大丈夫かな。ワンちゃん暴れ出したら止められないよ、人間に。気をつけて。猿を迎えることに。こっち妖怪もいるし。なんで暗いの、画面が。猿は認めないから。暗いの。おお。オッケーです。よーし、じゃあ森の石松入れちゃったし。行ってこう。江戸を握りつぶしていくか。コージおしゃべれんじゃねえか、おめえ。コージ終わりって言ったろ、今。お中身人間だろ。今しゃべってんの見たからな。お前、演技してたろ。森の石松が意外と人間の言葉しゃべってるって。絶対中身おっさんだよ、これ。あ、二つ目来たね、うん。妖怪か、今度は。妖怪と倒幕団が溜まったってことか。あ、こっちゃん。うん。いいね。もうそこね。主に白、え、な、誰？オラウタンか。森の石松？あ、古いか、どこ見てあるんやろ。通じる。あー！うー。龍馬様じゃないですか、すげえ。バタン。あ、やっちゃった。おい、一体どうしたんだい？あれ、お腹空いてんの？目が見えんぜ。目が見えないと。切られてんじゃん。どうした？縦に切られてる。龍馬。お前、龍馬じゃないか。あれ、目がどうした？どうしたの？あんま死にそうだよ。目が見えない。勝先生。いつの間に先生呼びに。ああ、うん、お腹空いたのかな。すげえ。龍馬来たわ、急に。急に来るね。仲間らしい。ああ。どうしちまったの？襲われたな。誰かに襲われたな、これは。はい、というわけで。ほらほらほら、建築スキル上がりって。完全におっさん、これ。怖い。確か。さあ、森の石松がペラ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 喋ること。どうしますかね。目見えるようになった。うー、来るな、来るな。やばいな、妖怪に襲われたようだ、どうやら。それがもっと恐ろしい。春日の壺根とかで襲われたんじゃないの。あ、目が見えてない。ここどこ。あ、目見えてる。おお、マナレのね、推しの屋敷じゃって。あ、おやっさん使いなんだ。そうだね、なんか弟子にしたんだっけ、なんか。襲いに行ったら、なんか感銘を受けちゃって、言うこと聞くようになったんだっけ。殺しに行ったはずが、なんか、ほだされたみたいな。まだ意識が遠く。何かに取り憑かれてるよ。大丈夫なの？何？龍馬クラスがこんなになるって何が来たの？ペリーか、そろそろ。じゃあちょっと外星怖いんで、はい、行っちゃいましょうか。お、倒幕。倒幕団行きましょう。BGM が素敵という噂の伝説の不意語。はい。まあ、消去法ではない。どうすんの、石松連れてく。中身人間だけど連れてく。秀吉が終わったので、うん、別の敵が出てきたと。そう。なんだ、なんだ、たくいだ。おー、なんか旗を振っているな。うん、赤上げて。あ、なんか疾走感ある感じの。うん、いいね。どんな絵からでも、よし、しません。おー、かっこいいじゃん。じゃあ上行きましょう。はい。かっこ激化系で。何、倒幕ライン黒子みたいな。俺、お前殺す。お前さっき喋ってたよな。なぜ急に猿のふりをするんだ。お前も大好き。大好きじゃん。UFO。人気を見たことあるんで、UFO 行きましょう。あ、人間じゃないの。嘘だろ。うわーい。何者、森の石松。あ、やっちまった。ペーやだー。割と強い。レベル2溜まったので、猿パンチ。エンジンパンチ。何が起きるんだ。猿の手が上から降ってくると見た。ポン。でかい手が。ポンってくると見た。あ、あ、怖っ。それ、グローブや。強い。陣地の結晶強っ。よし、絶対ストライク。ここまで削るな。ミリ単位で削っていくで。ほら、
これが江戸の力じゃ。面白い。幕府の力じゃ、これが。かかってこい。やったー。オーケーです。橋の上、落っこちるよ、端っこの人。だーでゃーウィンゴゲットだぜ。いい始末。よし、倒幕弾もやっつけたし、江戸をこのまま作っていくか。よし、うわバイケー、ねー